ハンセン病資料館学芸員の木村でございます。これからですね、もう早速じゃあ、発表に、いきます。ちょっとなんか今日、生放送で、今ですね、参加者の方83人ですね、100人の方に、申し込みをいただいて、今、83人の方がご視聴くださっているということで、結構4連休の最中ですね、多くの方にご視聴いただいてありがとうございます。それでですね、タイトルなんですけれども、最初、当初皆さんの方には、なんですか、ハンセン病問題と保険不太刀という、タイトルをお示ししてましたけれども、ちょっと急遽タイトルを詳しく、もうちょっとテーマがはっきりするタイトルに変更して、ちょっとスライド用意しました。戦後のハンセン病行政と保険不ということで、高知県をの事例を中心ですね、高知県の保険婦の証言を中心に、紹介をしたいと思っています。で、今日の発表の内容はですね、ちょっとここにす、あの、あれですね、ここに、書影が出てますけども、駐在保険婦の時代という医学書院から出てる本に、いろんな背景とか、詳しいことは出てるので、詳しくはですね、これうちの資料課の図書室にも入ってますので、図書館で、図書室で、ぜひご覧いただいて、その一部をですね、ほんの今日はご紹介するという形になります。それではちょっとお話を進めてまいります。どうか。初めにですね、今日のテーマ、のアウトラインなんですけども、これまでですね、ハンセン病問題の研究というと、大きく一つは国レベルでのハンセン病政策の解明っていうのは、ずっと進められてきました。で、かたやですね、一方で、それと並行して、ハンセン病回復者ですね、当事者の皆さんの個人の証言の研究っていうのは盛んだったんですよね。ですから、マクロレベルの国の、ハンセン病政策の研究っていうのは非常にもうかなり進められていて、一方、そのミクロのレベルでの個人個人の証言の、ハンセン病当事者の方の証言の研究っていうのはかなり盛んだったんですね。ただ、その中間のですね、そのマクロとミクロをつなぐ中間の都道府県レベル、あるいは市町村レベルでの現場のその衛生行政の具体的要素については、やっぱり解明がですね、これまで不十分だったと思います。で、特に2000年代、2001年に皆さんご存知のように、国賠訴訟の判決が出て、それ以降、検証会議なんかでもずっと厚生省ですね、厚労省ですね、その検証会議を設置して、それに呼応する形で全国の都道府県で、結構その県単位での、県がどういうふうにハンセン病行政と関わったかっていうことの検証は進んできたんですけれども、全部の都道府県がですね、それをやったわけではなくて、かなり一部の都道府県に限られていて、現場での動きっていうのが全体、なかなか、明らかにされてこなかったと思います。で、今日はですね、その高知県の保健所保健婦の証言を中心にして、現場でですね、隔離の入所のですよね、の直接その入所の説得に、保健婦が関わったり、あるいはその社会復帰してきた人の支援を地域で行ったりとかですね、里帰り事業に、関与したりとかっていうことを、具体的なですね、保健婦さんの退職された保健婦さんの聞き書きを通してですね、その様子を紹介したいと思います。で、ちょっと補足ですけどもね、ちょっと資料紹介的に言えば、2000年代、2005年にその全体の検証会議の報告書が出てますけども、その前後ですね、2001年にその国賠訴訟の判決が出て以降、各自治体、都道府県レベルの自治体で、結構その実態調査報告っていうのがなされています。で、これも中身についてはですね、かなりもう自治体任せなので、任せというか、自治体が自主的にそういうことをやってるので、中身についてはその清楚というか、凸凹は随分あるんですね。同じ項目について、綿密にどの県でもそれについて調査をしてるというわけではないので、かなり断片的な資料が集まっているという感じがします。ただ、非常に貴重な、この時集めなかったら、集まらなかったであろう、後でちょっと紹介しますけれども、そういった資料をですね、この時に収集しておいてよかったなというような、そういう、県での動きがありました。
ただこの中にですね、今日お話しするテーマの一つであるこの中心テーマ その高知県での報告書っていうのは作成されてないんですよね。で、高知ではどういうふうな動きがあったかというと、これ2001年の7月11日の日付で、高知県のホームページで、県発行書物にかかるハンセン病に関する記述についてっていう、今もこれご覧になることできますけれども、ちょうどこの2001年の5月11日に国賠訴訟の判決が出て、その後、当時の小泉市長はですね、控訴断念して判決が確定しますけれども、それをもう本当に生々しく受けて、7月11日の時点でこういったステートメントを県が出してます。で、その中ではですね、その下記の書物の中で3つの書物が上がってますけども、村井県運動の推進や強制隔離の徹底を行政の実績であるかのように記述した箇所がありますと。で、本県もこうした誤った隔離政策に関与し、偏見や差別の土壌を作ってきたという過ちを深く反省いたしますとともに、患者、元患者の皆様に心からお詫びいたしますっていう、これ当時、橋本大二郎県知事でしたけども、橋本大二郎さんの県知事の名前があって、こういうお詫び文をホームページ上で公開しています。今もご覧いただくことができます。ただですね、その実態の、お詫びをこう、出したというだけであって、その実態の解明をですね、高知県独自に何か特にリサーチを進めた形跡は、ないんですね。で、今日はちょっと本題で後でその高知県の具体的な事例を紹介しますけど、そのちょっと前振り前提ですね、基本的なことをちょっと確認しておきたいと思います。で、ハンセン病行政というと、全国で、あれですね、行われて2本立てですね。で、一つはその療養所運営、戦後について言えば担当は医務局ですけども、これ1946年にできますが、当然戦前からずっと療養所の運営はしてますけど、名前はずっと変わってきますけど、担当の部局は、国立療養所、ハンセン病の療養所を運営する、部署があって、で、もう一つ方やですね、予防行政ですね。いわゆるも端的に言うと、患者さんを発見してそれを隔離する、療養所に連れていくっていう、そういう行政を管轄する。これは戦後で言うと公衆衛生局がずっと長らく、1948年にできて、ずっと担当してたんですね。この2本立てですね、今も名前が変わってですね、今、療養所を運営しているのは衛生局っていう、名前が変わって、そこが担当してます。それから、いいですか？はい、今もですね、そのもう一つの健康局ですね、健康局が、もう一方の、今もほとんど患者さんいませんから予防行政ってことはないんですけども、いわゆる差別偏見の除去、社会啓発なんかを健康局の難病対策課というところが今になってますね。で、まだ本当に患者さんがたくさんいらした時にはこの2本の柱でもってハンセン病行政っていうのが進められてきました。で、今日はいわゆる予防、下の方ですね、予防行政を管轄した部分、保健所を管轄しますから、保健所の保健婦さんっていうのはこの、当時は公衆衛生局の中にずっと紐づいていて、ここで行われた実態についてご紹介をします。で、ちょっとですね、戦前から戦後にかけての流れをちょっと表にしてみたんですけども、これは皆さんご覧いただけるでしょうか。ちょっと字が小さいですかね。そうするとちょっと画面を拡大して、こうするといいですかね。最初はまだ、あれです。明治40年に、1907年に、雷予防に関する県という隔離政策が開始されますけれども、それまではですね、衛生行政っていうのは、各府県に衛生課を明治12年ですね、1879年に設置して、それが警察にの管轄になるんですね。明治26年、1893年に、この各県の警察部に衛生課を作って、で、警察行政として衛生業務が担当になります。で、当時問題になったのはコレラですよね。コレラの大流行っていうのがあって、で、それに対して医師や警察が、鎮圧にかかるんですけど、それに対する暴動みたいなのがずっと発生します。全国で発生します。で、それやっぱ上から抑えるために、かなり警察権力を持って衛生をの対策をするってことが定着をしていきます。これずっと変わらずですね、昭和17年ぐらいまで、衛生行政を警察が担当することになります。
で、いよいよですね、まあ、この国レベルで、ハンセン病の対策が始まるわけですけれども、明治40年の雷予防に関する件、これ法律の大元の法律には、この警察っていう文言はないんですけども、この法律の施行規則を見ると、第2条に、雷患者はその警察署が一時これを救護し、地方長官においてその所定の療養所に、送致すべし、送致の手続きをなすべしという、こういう、文言ができます。で、これあれですね、雷予防法に1931年に変わりますけれども、この予防規則でもですね、雷患者は警察官署は地方長官に報告すべしと。で、地方長官において所定の療養所に送致の手続きをなすべしという形で、この警察官がこの患者の送致に関わるんだよということを施行規則で定めてますね。で、ちょっともう一方の保健所法の行政の流れなんですけれども、これ結局結核がずっと蔓延していて、結核対策と母子対策ですね、健康な赤ちゃん、乳幼児の死亡がすごく多かったので、乳幼児死亡をきちんとしなきゃならない、それから結核ってのは当時日本の国民の死因の第一をずっと占め続けてきたので、その2つをきちんと警察に任せるだけじゃなくて、きちんと専門の部署を作って、そこできちんと対応しようということでですね、1937年に保健所法ができ、翌年には厚生省が設置されますね。で、保険不規則っていうのも1941年にできて、そういった政策が次々打たれていくわけです。ただ、保健所法ができ、厚生省ができても依然としてですね、衛生業務はですね、警察行政のままでした。で、これが変わるのが1942年なんですけれども、ここで、衛生行政がこの警察から分離して、内部部の衛生課に所轄会がなされます。これがまあ戦前までの流れですね。で、戦後はですね、保健所法が戦後すぐ1947年に、大改正されまして、ここでですね、警察からいよいよ離れて、ハンセン病の対策って、それまで警察がずっと関与してたんですけども、この戦後は新しい保健所法にのっとって、保健所業務の中に、ハンセン病の予防対策っていうのがこの位置づくわけですね。で、1953年に新しい雷予防法ができて、これが、まあ、皆さんご案内の通り、1996年まで続くわけです。で、ここではもうすでに警察って言葉どこにも入ってこないですね。都道府県知事は患者について、国が設置する雷予療養所に入所させるよう命ずることができるという、そういう決まりになっています。これがまあ、およその流れですね。この辺はちょっとカットします。今、お話しした通りです。でですね、問題はですね、今回ちょっと話を組み立てる準備をするときに、一つ私あっと思って自分なり の気づきがあったんですけども、この新しいですね、雷予防法が始まる前の保健所法ができますよね。今そう申し上げましたね。で、ここでもって、本当にいよいよ本当に警察行政から分離して、保健所の行政の中にハンセン病のその予防行政って位置づくんですけども、 これができた後、この雷予防法が1953年に公布される、この間にですね、非常に大きな流れがあります。で、この保健所法から雷予防法までの間に非常に重要な通知がですね、厚生省の予防局長から都道府県知事宛てに月々出されてるんですね。ちょっとこれ本題に入る前に大事なことなので、ちょっと振り返っておきたいと思います。で、1947年に村井豊作実施要綱っていうのが出されます。これは本当に文化国としての日本再建の基本たるべき疾病予防を施策中、雷予防を徹底し、村井国たらんとするものであると。で、第一次の要綱として、未感染患者の感染の大きい人たちから順次入所を厳重に行うことと。で、第2次の要項として、保健所と療養所の緊密な連絡のもとに一斉検診を行い、患者を発見し次第入所をさせることというふうに定められます。50年ですね、やっぱり公衆衛生局長から都道
府県の知事宛てに、昭和25年の雷予防事業についてという通知でもって、で全国10ブロックに分けて各府県は各ブロックを担当する国立療養所と緊密な連絡を保って検診や隔離収容を進めること、国立療養所は都道府県で担当職員、保健所職員を対象とした雷予防講習会の開催、40年以降途絶えていた一斉検診の再開と、そのための雷患者および容疑者、容疑者って言葉を使ってるんですね、容疑者名簿をの作成を求めると。でこれもう毎年あれですね、矢継ぎ早にこう毎年あれですね、同じような通知を出すんですね。翌年、昭和26年は、各都道府県の雷予防計画について報告が求められると。でその翌年、国立療養所の先ほど2本立てって言いましたけど、やっぱりそれ連動してるんですね。国立療養所は、全国で1500床増床をすると。でその増床を前提に、未登録の在宅の患者さんを完全収容するという目的を掲げるってんですね。でこれがですね、新しい雷予防法ができるまでの間に、戦後の保健所法の下でですね、次々こう打ち出されていってると。でよく翻ってですね、普段我々ここで資料館で、例えば常設展示の解説なんかをすると、なんでこの戦後の1953年の新しい雷予防法の下で、隔離政策が継続されたんですかっていう質問をよく受けるんですよね。でまあ本当に一言でこんなことを説明しできないんですけども、まあ一番大きなのはその三院長の証言なんか国会であってですね、まあいわゆる医学者の発言っていうのに引きずられるように、まあ国会が動いてる、言ってるんですけど、まあ他にもマスコミのがこぞってまあそれを支持し、まあ国民の無関心がそれを後押ししみたいな説明はこれまでなされてきてると思うんですけど、もうちょっとこの時期にフォーカスしてですね、こう解像度を上げていくとですね、この保健所法からこの新しい雷予防法が始まるまでにですね、ほとんど戦後のなんか大きな流れっていうのは保健所と療養所とですね、都道府県知事と国が組んで、患者の収容を徹底的に進めようという動きがほぼ大きな流れとしてこう強化されていってるんですね。ですから1953年の時点ですね、新しい雷予防法がもう制定された時点では、すでにもうなんていうか、保健所を中心とした患者の隔離の徹底っていうのはですね、こう、もう年を追うごとにこう強まっていって、ほぼもう後戻りできないような動きが、この地方の、都道府県レベルの中では、現場のこうリアリティの中では、ほぼこう、確定していってたんじゃないかってことが、今回ちょっと発表準備するだろう。よく分かってきましたね。で、まあ、ちょっと地方の高知県について、話をちょっともう一回、話を戻すと、戦前はですね、こういった警察行政だったと。で高知 の, 室戸というところが高知の東の端にありますけど、そこの記録でですね、まあ、警察官、これ1933年の記録ですけども、警察官がハンセン病、まあ、当時雷患者ですね、ハンセン病の患者さんをトラックに積み込んで遠く香川県の雷予防所へ護送したというような記事が見えています。まあ、これは、まあ、前挙にいとまがないと思うんですけども、警察がですね、この頃についてはハンセン病の、患者さんたちを療養所に連れていくのに中心的な、まあ、担い手だったということが当時の資料からも分かります。で戦後ですね、戦後は先ほど言ったように、保健所行政、の中にそれが位置づけられます。でまあ、高知県のこれちょっと拡大しましょうかね。これはですね、昭和23年、1953年の高知県の文化文書規定を昭和17年、から改めるという内容ですね。で昭和17年というのはその警察行政が、まあ、内務行政に分離した頃ですけれども、それから戦後の改革で、予防課という、これ保健所を管轄するところですけど、予防課の中に、結核、この雷って言葉が入るんですね。結核、性病、トラフォーム予防に関する事項を予防課が担うんだよということで、戦前の内務行政だったのから、この保健所行政の中にこの雷、ハンセン病というのをこの中に位置づけていくと。これがもう県レベルでも行われる。その資料ですね。
で、ちょっとこう、本当は高知の事例があったら よかったんですけども、先ほど冒頭に言ったように、2000年代にこの各府県で、検証のが行われて報告書が出ますよね。で、非常に面白い。この時に本当にやってよかったと思うのは、こういったハンセン病関係の資料が府県レベルで、かなりこの部分的ではあれ集まったんですね。で、これ大阪の事例で恐縮なんですが、こういう資料が他の県であまりないんですが、この昭和29年から40年にかけてですね、1954年から65年にかけて、患者さんの、なんていうんですかね、情報がどっから出たかっていうのをこう閉じたファイルがあって、で、それをこう表にしてくれてるんですね。こう非常に面白い表です。で、こういうのが高知でもあったらよかったんですけど、高知にないのでちょっとこの大阪の資料を借りますけれども、やっぱりこう戦後はですね、戦前は先ほど言ったように警察が患者のこの療養所の装置っていうのをこう担ってますけども、保健所がこう前面に立ってるってことが非常によくわかると思いますね。一番多いのはやっぱ保健所がその患者さんの所在を把握すると。ただこう興味深いのはですね、依然として戦後でもですね、こういったように警察がこう、情報を掴んでいる。他にもそのいわゆる府民ですね、一般の府民から情報が府県に寄せられると、そういったことが分かります。ですから、まあ、戦後はこういった保健所業務の中にこうハンセン病の患者さんを、まあ、情報を把握して、で、療養所へ連れていく、その隔離の説得をしていくっていう、そういうイメージがこうつかめると思いますね。これ本当は、まあ、高知の事例があったらよかったんですけども、私見たとここやっぱり珍しいですね。こういった情報の出所までこうして、大阪府には記録が残ってたことが分かります。以上がちょっと、まあ、全体 の大きなアウトラインの流れです。で、ここまでであれですかね、ちょっとここから高知の話をフォーカスしていきたいんですが、特に質問はまだ寄せられてないですね。ここまでで何か質問があればお答えしようと思ったんですけど。はい。じゃあちょっと話を続けます。で、高知の保健婦さんの証言をですね、ちょっと見ていこうと思います。で、高知県っていうのは保健婦制度が非常にちょっとユニークな駐在制度というのを敷いていて、で、これについてちょっと簡単にご説明しますね。先ほどちょっと表にあったように、保健婦の身分規則、身分制度っていうのは1941年にできます。本当に戦争の最中で、先ほど言ったように結核対策と母子対策ですよね。で、それをだからきちんと独立して行おうということで、それまで、まあ、医者やなんかに頼ってただけじゃダメだということで、きちんと保健婦に、それを担わせようということですね。で、1941年、これも太平洋戦争が始まった年ですけども、保健婦の身分法が初めてできます。で、翌年から全国 の道府県で保健婦の要請が開始されます。で、ここで非常に大事なのがですね、一部の町村、まあ、全国の全県でですよ、一部の町村に県の保健婦を、保健婦というのは 県の所属ですね、保健所というのは。そこの保健婦を一部の町村に駐在させるっていうシステムがですね、この頃から部分的に始まります。全国で行われてた制度なんですね。で、戦後先ほど来言ってるように、47年に保健所法が大改正されて、翌年、それに則って高知県でも、本格的な保健婦制度が開始されるんですけども、そこでですね、戦前一部の町村で行ってた、県保健婦の市町村駐在ですね、これを全国で唯一高知県だけがですね、継承します。で、これ対象となるのは全市町村です。で、戦前はもう本当に一部のお医者さんがいないような町村に保健婦が駐在するっていう形を取ってたんですけども、戦後はですね、高知県だけで唯一、全ての町村にですね、県の保健婦を駐在させるっていう、そういうシステムを編み出します。で、これはですね、米軍占領下の沖縄でもですね、沖縄にも制度が真似されて、駐在制が開始されます。で、これ、まあ、地域保健法、1997年の地域保健法で駐在制がまあ廃止されるんですけども、この時点で、駐在制を取ったのは高知県と沖縄だけですね。この2県だけが、ずっと1997年に、この地域保健法っていうのはこの47年の保健所法の半世紀ぶりの大改正だったんですけども、ここでもって、駐在制が廃止されています。で、この間はですね、やっぱり高知県を真似て、
これ戦後は高知方式といって、この駐在制度はですね、有名になるんです。で、全国で部分的に、やっぱり無依存対策ですね、お医者さんがいないような僻地の、あるいは離島とかですね、そういったところに、お医者さんの代わりに、保健婦を置くっていう制度を部分的に全国で次々、この60年代、70年代っていうのは、採用されます。ただし今全県レベルで、この保健婦の駐在制度を敷いたのは高知と沖縄だけだったんですね。で、当時の、ちょっとイメージつかんでもらうために、この90年というのは、制度の廃止、ちょっと前の、保健婦の配置図ですけども、これが保健所の管轄地域ですね。当時10カ所ですね、保健所があって、町村の境界線ですけども、ここに、ポツポツポツと黒と白の点があると思うんですけども、これ全部保健婦なんですね。で、こういうふうに、本来だったらですね、保健所保健婦ってのは、例えばこれ、こう中村保健所という、これからお話しする中村保健所がちょっとテーマ、舞台なんですが、中村っていうの保健所がここに1カ所あるだけなんですね。で、一般制度ではですね、ここに1カ所保健所があって、ここに保健婦が詰めてるだけ、ですね。で、地域を場合によっては巡回しますけれども、一般制度ですよ。他県の制度ではですよ。それだけではちょっとやっぱ足らないというんで、この点がついているところに保健婦たちがですね、日常的に駐在をして、衛生の指導に当たると。で、これなぜかというとですね、戦後の保健所法の設置の基準でいうとですね、人口10万人のエリアに1カ所保健所を設置すべしっていう、そういう基準が出るんですね。で、そうすると、ね、高知県っていうのは非常に人口密度が低い、県の面積が広いのに、県の人口が本当に薄く散らばってる県なので、例えばですね、この旧中村保健所っていうのは今後で土佐清水保健所は分かれますけれども、戦後間もなくの中村保健所ってのはこの土佐清水も全部含めて、それから東和と大正もですね、中村保健所のエリアだったんですね。これ後から分かれますけども、これだけ広い場所に10万人に1か所と、これだけ広い区域に中村保健所が 1か所あるだけだったんですね。で、これってのはですね、当時 の中村保健所の管轄面積っていうのは香川県と同じぐらい の広さです。で、当時戦後間もなくの香川県ってのはこれだけの広さにもう8か所保健所がありましたから、それだけ人口密度が高かったというか密だったわけですよね。で、そうするとその10万単位で保健所のエリアを決めますから、香川県みたいなところだと、非常に狭いところを保健所が管轄すると。だから一回そこに保健所があれば保健所が巡回するのは楽ですよね。ただ高知県の場合今言ったような事情があるので、ここに一箇所保健所があっただけでは全然この山間僻地にはですね、行き渡らないということで、こういう制度が適合的だったということは非常によくわかると思います。で、まだ、地域保健法ができる前はですね、10箇所の、保健所があって、それだけの数の保健婦さんたちが地域駐在してたんですね。で、今はもう半分に減ってます。今、コロナ対策の、中で話題になってますね。保健所ってのは90年代は、全国に800近くあった、800以上あったのが、地域保健法によってですね、半減して、今現在480箇所ですかね。800あったのが400ですから、本当に半分に減ってるんですね。で、高知で言ってもそうです。地域保健法廃止前は10カ所あった保健所がですね、今は 1,2,3,4,5,6 カ所ですね。で、ここも本当に畑福祉保健所のエリアって元に戻っちゃって、香川県とほぼ同じような面積に1カ所保健所があって、散らばってた保健婦さんって全部引き上げてますから、それだけ大きく、制度が変わってることがわかります。で、当時ですね、47年、この高知県の衛生課長の清城実が、この駐在制を敷くのに、当時責任者だったんですけども、この清城実がですね、高知県の議会でこんな風に、発言してます。これちょうど駐在制が敷かれる直前なんですけども、現在四国4県の状況を見るに、高知県には132名の来館者がございます。これに対し、愛媛県はわずか3名、香川県5名、徳島県37名であります。高知県の132名という数字は、鹿児島、熊本、宮崎に次ぎまして全国第4位の数字であります。一人大の問題だけでなく、その数字をもって、しましても、いかに本県の衛生行政の遅れているかがわかるのであります。
そこで、まあ、立ち遅れている高知県の衛生行政の絶大なるご協力を仰ぎたいと思うのでありますという発言をしています。で、まあ、非常にですね、衛生、当時課長ですけど、この後部長になりますね。県の衛生部長って言うと、まあ、衛生行政の一番、まあ、その実務のトップですから、彼が、まあ、ハンセン病患者の多さを持って、県の衛生行政に、保健所行政、あるいは、まあ、ひいては保健府行政ですよね、に多大な協力を仰ぎたいと、そこに重点的な予算を投じたいということをですね、県議会で述べるので、ハンセン病患者の多さが強く認識されてたということがわかると思います。で、特にこの清城実っていうのはですね、皆さんピンとくる方もあると思いますけども、当時、まあ、衛生部長、これ戦後間もなく衛生課長に着任して、衛生部長1951年まで務めます。で、51年になると厚生省本省の方へ戻って結核予防課長なんですね。で、結核予防課長というのは当時のハンセン病行政の担当課です。で、その後1954年には保健所課長になります。で、ハンセン病行政をずっと担うんですよね。で、その後もですね、58年に環境衛生部長ですね、1961年に環境衛生局長というふうに退職までですね、ずっとその衛生行政をずっと歩んでいくんですね。で、後々東風協会の理事長をやったりですね、この東風協会ってちょっともう説明はしょりますけども、ハンセン病と非常にゆかりの深い団体ですけども、そこの理事長トップを務めます。から公衆衛生、協会の会長をしたりというふうに、ずっとその公衆衛生、関連で、まあ、ハンセン病のにずっと生涯関わった人ですね。で、そのトップ、その最初のキャリアの最初の頃にですね、この高知県の衛生課長として、駐在生を敷く担当をですね、ちょうど一番最初の責任者だったわけですけど、その背景にこのハンセン病患者の多さっていうのを認識してたっていうのを非常に面白い、と思います。で、こういった、まあ、記録発言が残ってますね。で、これはまあ高知県のハンセン病の新規患者の発生のグラフですけども、この47年、保健所法ができてから、まあ、本当にこう隔離政策っていうのが進められていって、まあまあ、でこぼこはありますけどね、まあ、40年代後半から50年代一つのピークがあって、50年代ですね、1960年ぐらいまでずっと多くの患者さんが出続けてますね。で、その後も、ずっとちょこちょこ出てるという感じですね。これ皆さん資料の出所は国立療養所の来編というので、これ見るとですね、全都道府県のハンセン病の患者さんのグラフが表になってますので、これも75年の時点でに出た資料なので、ここまでの数ですけども、大体まあここから先は本当に新しい患者さんも数が少なくなっていきますので、一番その、ハンセン病 の, その予防行政が重点的に行われた期間の全国のですね、比較っていうのはこの資料からできるのを、まあ、一応ご参考までにご紹介しておきます。で、いよいよここまでですね、ごめんなさい、前置きが長かったですが、まあ、ちょうどいいぐらいですかね、今3分の2ぐらいが終わって残り3分の1で、保健婦の証言を紹介していきたいと思います。あ、 Q&A が来てますね、村井健運動雷予防法に対して当時反対する団体勢力はなかったのでしょうか。患者団体はもう猛烈に反対をしてますよね、これね、まあ、患者、今日はちょっとその話はできないですけれども、ただその外部の団体がですね、これに対して、強力な反対をしたってのはほとんどないんじゃないでしょうかね。当事者の患者運動としてはですね、これに対する雷予防法の改正に対して、もう本当に大きな反対運動を展開しますけれども、ほぼそれについては療養所の外の人たち、社会の国民の側はほぼなんていうか、まあ、無関心、黙殺ですよね。で、まあ、この雷予防法っていうのはもうずっと改正、新しい1953年新しい雷予防法でも隔離がこう強化されて継続されていくという流れになりますね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、ここから証言ですね。まあ、いくつかのテーマに
を立ててちょっと紹介していこうと思います。あれ、ちょっと待ってください。あ、ですね。高知県の対象にしたところは先ほどの、あれです。中村保健所ですね。ここですね。ここですね。で、土佐清水保健所は途中から分かれるんですけども、全部、初期の頃は管轄してた保健所ですね。今も、畑福祉保健所というふうに名前を変えて、これぐらいのエリアですね。まあ、だいたいこれ昔の、中村保健所の、管轄エリアと思ってください。はい。で、そこの退職した保健婦さんにだいたいリサーチをしました。で、これだけですね、保健婦が、まあ、現場の第一線でハンセン病の隔離を担ってるんですけども、保健婦さんのハンセン病行政の関与についてですね、まとまったリサーチってほとんどないですね。ほぼこれが唯一の多分、こうなんていうか、リサーチ、まあ非常に不十分なものですけども、ではないかと思います。で、調査期間も90年代から始めて、まあ、2001年ぐらいにかけて行いました。で、この頃にやっておいてよかったと思うのは、ほとんどもうこの調査に協力してくださった、退職保健婦さんたちもみんな亡くなって、ほぼ亡くなってますから、特に草分け時代の保健婦さんたち亡くなってますから、今これちょっとリサーチをしようと思ってもほぼ無理なんですよね。で、私も90年代から始めて、まあ、2001年ぐらいにかけて、順々に話を聞いてったんです。で、ちょっと種明かしをすればですね、この AA という、これが私の祖母なんですよね。で、祖母はその、昭和、先ほど言って、昭和17年に全国の都道府県でもって、保健婦の要請が開始されたというふうに言いましたけども、その、第1回の、保健婦資格者の一人でした。ですから、まあ、この世代がですね、最初の草分けの保健婦さんですね、戦前、まあ、いわゆる戦中のから活動を開始したような保健婦さんたちの世代になります。で、ちょっと匿名にしてるのはですね、名前を挙げちゃうと担当地区が分かっちゃいますので、そうすると、どの地区から患者さんが出たみたいなことは全部分かっちゃうのを避けるために全部ここちょっと匿名にしてます。で、ちょっとここだけで説明できることを言うと、いわゆるですね、ハンセン病の患者さんを直接自分が担当して、療養所に隔離をすることを、自分が担当したっていうふうに、言った、証言をした保健婦さんたちって、だいたいこの GA から G ぐらいまでの世代の人ですね。ちょうど大正生まれって言うと変ですけども、このぐらいのまでの方は自分が直接、ハンセン病の患者さんを療養所に連れていく、ことになったという証言をしてます。で、1915年生まれということは、終戦の年に30歳だった人たちですよね。で、この1926年で言うと19歳ですか。まだ働いてないですね。だからまあ、その後、働き始める。まあ、だから昭和20年、30年代ぐらいにかけて、活発に活動した、まあ、戦前から活動している人もいますけども、は、直接そういうことを経験していると。で、これ以下の人たちはですね、まあ、同僚でそういうことを経験した話は聞いてるけども、自分は直接関わってないよっていう人たちが多かったですね。あるいは、ちょっと後で出ますけど、ずっと時期が下って、1970年代ぐらいになって、いわゆる里帰り事業みたいなことで、まあ、バスレクみたいなことで、県単位でですね、療養所の皆さんが、もう病気治ってますけども、ふるさと帰れない人たちがですね、自分の出身県に、まあ、いわゆる旅行をするみたいな。で、そういう受け入れる側で保健婦さんたちが、こう、それに関わるみたいなことを証言された人たちが、この辺の世代の人たちでいますけども、まあ、だから、系統的にハンセン病のことに何らかの関わってますけども、隔離を担った人たちは、このぐらいまでの保健婦さんたちですね。ですから、もう今ですね、もうちょっと、この人たちにリサーチをするってほぼ不可能ですね。ほとんどいなくなってますので、まあ、非常に私の、まあ、調査ってのは限られたもので不十分でありますけれど、拙いものですけれども、それでも一応これだけ15人ぐらいですかね、人に同じエリア、いわゆる同じ一つのエリアですね、旧中村保健所の退職保健婦さんたちが一体どういう経験をしたかっていうのをリサーチしておいてよかったなという、そういうことです。じゃあ、ちょっと順繰りに見ていこうと思います。
で直接ですね、隔離の話に行く前に、いわゆる暮らしの中のハンセン病ということで、まあ、その自分がその保健婦になる前のことですね、自分たちが幼少、子供の頃の話です。お大師さんがあったろうと、ここっていうのは39番の、これあれですね、88箇所 の四国遍路の、札所の話ですね。これがもうエリアにあるんですね。で、この前頃、この人もその、地元の出身ですから、幼少の頃、この前頃、自分がちっちゃい頃は、あそこっていうのはその39番の円光寺ですね、に行ったら、昔はいっぱいおったけんね、と。集まるがよ、手のない人らが。手のない人っていうのは、ハンセン病の後遺症で指が落ちた状態ですね。そういう人たちがいたと。で、昔はみんな遍路さんになって、まあ、お遍路さんになって清ったわけよ、と。で、この円光寺というのは、まあ、20日から21日にかけては毎月の縁日で、特に3月と7月が賑やかだったと。で、まあ、1月は年の初めってことでも特別賑やかだし、12月といえばもその年末ってことで、まあ、また賑やかだしということでですね、毎月毎月その、今じゃまあ、すっかり廃れてますけども、その当時は毎月その、縁日で賑わってた。で、人がたくさん、そこへ参詣に来る。で、そういった人たちを、目当てにですね、まあ、親指と人差し指、作って、このお金をくれるでしょと。で、それを見込んで、ようけ、その患者の人たちがこう集まってきてたよという、そういう証言ですね。で、似たようなことですね。同じような、証言あります。で、この辺は病気は多かったですけどね、周りにそういう人はよう来たがでしょう。で、そういう人を止める場合もあったがでしょうと。昔、お遍路さんのお宿をしようってお家からも、患者が出たりしたことがあるわですよね。で、この近辺はものすごい暖かいわけですね。これよく聞きましたね。四国の中でも、冬場になってですね、霜が降りないのは、高知県のその、中村保健所管内、いわゆる旗郡と言われる郡部ですけども、ここの海岸っていうのは、唯一四国で、冬になって霜が降りないので、野宿をするのに非常に適してるんですね。ですから戦前、まあ、戦後もしばらくかけて、全国のそのお遍路さんがですね、冬になるとその高知県の西南部へ集まったっていうことは言われています。で、毎年もお遍路さんが来るわけですね。と。で、足摺岬が38番で、平田が39番ですね。で、その通り道がちょうどこの中村保健所管内で、で、橋の下で野宿したりってことを見てたっていうことですね。これも、この人もやっぱり地元で、まあ子供の時からそういうことを見て育ったという、暮らしの中にそういった、まあ四国遍路という、そのおもてなしの、まあ文化っていうのがあって、その中で患者さんに接する機会が多かったという、そんな時代背景があります。ちょっと、脱線している余裕があるかな。ちょっと紹介しておきますと、よく四国遍路についても我々の学芸していると、普段展示の解説なんかしていると質問を受けることが多いので、最新の研究の成果をちょっと紹介しておきますね。これ私の研究ではないんですが、東京大学 の大学院生さんなのか、今はどうなのかな、5年前大学院生さんだった関根隆さんの研究で、この方はだから四国遍路のですね、まあ、よく四国遍路の中にハンセン病の人が多かったってことをよく言われてるんだけども、初めてですね、こう、統計的にというか、数量的に、どれぐらいそのハンセン病の人たちの中に、ごめんなさい、お遍路さんの中にハンセン病の人たちが含まれていたかを明らかにした。最初の研究です。で、この人どういう手法を使うかというと、この明治年間ですね、9年から1945年、昭和20年にかけての、これ愛媛県の事例ですけども、新聞記事や広告に出るですね、死亡統計ですね、高炉死亡人名簿の名簿で広告ですね、高炉死者全部で745人を全部ピックアップして、で、これは身元不明死体っていうのはですね、その人の身元を知りたいので、いろんな特徴をですね、ものすごく克明に書くんですよね。ですから、まあ、ちょっとまあ身体的な特徴でその人がハンセン病だと思われたらですね、そのこともきちんと書いて、身元を知りませんかっていうことを、まあ、新聞広告出すわけですね。ですから、まあ、それに気づくんですね、この関根さんは。で、まあ、全部の死者が745人いるうち、そのうちの、3分の1ぐらいですかね、3分の1ぐらいの253人が何らかの疾患を持っていたと分かる。で、その253人、全病者の中の87人で、これもやっぱり3分の1ぐらいですね、が1位がなんとやっぱハンセン病なんですね。で、2位が結核、梅毒、その他の、
消化器系の病気ということがわかると。ですから全死者のうち、トータルの全死者のうちの3分の1が何らかの病気を患っていて、そのうちの3分の1がハンセン病だと、まあ、断定できる人たちだと。これぐらいの人が四国片の中に含まれていたということを初めてですね、こう 数値でもって、これ捉えた研究です。まあ、そんなことからも裏付けられますね。で、まあ、当時の新聞、まあ、まあ、これもありきたりな記事の内容ですけど、やっぱり四国遍路の中に、やっぱこれあれですね、戦前、1930年の、これ今現在は高知新聞になってますけど、戦前は土曜新聞ですね、やっぱり警察が関与して、不老者狩りを行って、うんぬんという記事が見えます。でこれやっぱり大島の療養所、今の大島聖書院ですね、そこへ、護送しましたよということが、記事に見えますね。でもう一つですね、ちょっと面白い記事を見つけてですね、暮らしの中のハンセン病というテーマでいくと、警察協会の高知県の機関紙に、昭和16年ですね、1941年の記事に、本病に対しては 今なお遺伝病であると考えており、次ですね、漁業地帯では雷患者を動線させると大量するとか、農産村では雷者を嫌うと自分も雷になるなどの迷信を持っておる傾向にあると。だからこう一見ですね、ハンセン病患者をこう大切に扱う風習もあって、なかなかその患者の隔離が進められないと、こういった、まあ、なんていうんですかね、非常に面白いんですよね。この資料の書き手はですね、こういった誤った考えを正して、患者さんをその療養所を一掃さすべきだというふうに主張してるんですけども、逆にですね、こういう迷信があったっていうんですよね。でこれは必ずしもですね、従来言われているような、伝統的にハンセン病の患者さんたちが庶民の間で嫌われている一辺倒だったというだけでない、あり方をちょっとこう想像させる資料ですね、これ。もう一回読みますけども、漁業地帯ではハンセン病の患者さんを、船に乗せると大量するって大切に扱ってたっていうんですよね。あるいはその雷、ハンセン病の患者さんを嫌うと自分もハンセン病になるから、そういうことしちゃいけない、嫌っちゃいけないよっていう戒めとして、使ってたっていうんですね。ですから、なんて言うんでしょうね、これ今まであんまりこう研究の対象にされてなかった、これ民族学が貢献できる、分野だと思います。で民族学ってあんまりハンセン病について研究してないんですよね。ですからこういった庶民の間にこう根付いてたハンセン病患者さんたちをめぐるですね、いわゆる、まあ、俗信ですね、いわゆる迷信ですね、をもう一回ちょっと新たな視点で掘り起こす必要があるんじゃないかということをちょっと今回感じました。ただし、まあ、当時の文脈でいうと、こういった迷信を改めて、患者さんはきちんと療養所に連れていかなきゃいけないという、ことをこの中では書き手は主張してるんですね。で実際この昭和16年ですね、1941年を境に本県でも無雷拳運動を進めて、患者さんを減少させたってことが、まあ、警察史の中ではこう記録に残ります。ちょっとこんな面白い資料も今回見つかったので紹介しておきますね。で、はい、保健婦ってのもだから地域に駐在してますからですね、家庭訪問の中、別のハンセン病、必ずしもハンセン病のをリサーチをするんじゃなくて、他の、結核だとか母子だとかですね、他の対策でもって地域に入った時に、新たな気づきを得るってことは随分多かったんですね。で、これは、まあ、ある保健婦さんは昭和20年代の話で、まあ、何々という地区は私生児が多いと、子供の指導に行く時に、その私生児が多いよと。で、どうしてこの地域は私生児が多いろと不思議に思うってねと、昔はほら、今のようにないから、まあ、レプラというのもハンセン病の患者さんですね。うんと嫌ったでしょって。で、そこに一人言ったら、その地域でうんと嫌われると。で、ほんじゃ、結婚できんわけよと。まあ、結婚差別ですね。で、それでもって、これ必ずしもハンセン病の患者さん当人の私生児を産んだというかどうかちょっと確かめてないんでわかりませんけども、場合によってはその患者さんの家族ですよね。家族も結婚嫌われますからね。ですから、まあ、そういった方で、一人患者を出してしまうと、その、家族みんながこう結婚嫌われちゃうんですよね。で、それでもって、正式には結婚もできないけれども、
子供は生まれていると。で、自分がちゃんとその母子の指導ですね、新しい新生児ができると必ず保健婦がそこへ訪問に行きますから。で、なんでここの地域ってのはその新生児がこんなに多いんだろうということをずっと調べていくと、その背景にはそのハンセン病の患者さんがいたみたいなですね、こういったまあ地域に根ざした形で、ハンセン病と関わる保健婦さんたちもいたということですね。これなんかまあだから保健婦 の活動の一端としては非常に面白い事例ですね。で、入所の説得ということで、いよいよまあ入所の説得ですけども、青山信彦先生っていうのは、県の衛生部長をしておいでて、でこの人は県の高知県の衛生部長をする前、大島の青少年で医者をしてた人なんですね。でこの人はもう本当にちゃんとした知識を持ってますから、患者さんでも手で直接触れて、なんちゃへっちゃらでねと。で診察するときでもそのうちにはいかんわけよ。青山部長が今腺腫炎が増築してるから、それが出来上がったら仮に、やっぱりだから炎のその増症っていうのとですね、非常に密接に関わって、入所を強化しようってことはやっぱりここの証言からも分かりますね。で私っていうのはその保健婦さんですね、言うてきて、で私が集まる場所をちゃんとして家庭へも連絡しておいて、でそんでその人を収容するといった夜中人目につかない時期を選んで、で久保川という、当時はまあ、ちょっと地図を出せばいいんですけど、久保川というところまでしか電車が通ってなかったんですね。で中村保健所の管内って電車がまだ全然、中村まで、鉄道が伸びるのは1970年ですから、それ以前というのは鉄道がないので、久保川まで来てる鉄道まで運ぶのに県の車を使って、で久保川まではそのお召し列車を仕立てて、でベッド仕立てでって言ってますね。で県の担当の人が連れに来ると。でまあ、ここでは生活がほらずっと、まあ、偏見の目で見られて困るから、まあ、療養所に行くしか人間としての生活はできないんじゃないかということで、説得をしたというんですね。で、まあ、これは本当にだから戦後の、ハンセン病が一番間違ったところで、結局療養所に行くしかですね、治療を受けられる仕組みを作らなかったんで、結局もう入所を拒否することできないですね。入所を拒否するってことはもう治療を受けないっていう選択しかないわけですから、治療を受けさそうと思ったらもう本当に入所させるしかないっていう、そういうことをまあ保健婦も担って、それにまあこういった形で関与したということですね。でこの青山先生というのはですね、非常に今回高知県のこういったやっぱり地方行政を見るときに、やっぱり具体的な人材っていうのをやっぱりちょっと大事だなと思ったんですね。でこの青山信彦っていうのはちょうどこの51年から70年にかけて高知県の衛生課長から部長になって、ずっとこの保健婦行政の、まあ、いわゆるトップ県行政のトップを担いますね。で、この人面白い履歴でですね、戦前はその大島青少年の医師だったんです。で、ところですね、この両親ごめんなさい、お父さんとおじいさんがですね、外島保養院、これ大阪にあった公立の療養所で、室戸台風で、ダメになって、今は岡山の長島に奥光明園ってのありますけれども、あれの元の、あれですね、療養所ですね、ここの医者だったっていうんですね。で小中学校時代を自分の親がここで勤務してますから、外島で育って、で外島時代にその、小中学生の目でもって療養所を見て知って育ってるんですね。で、自分も、大阪の医科大で、医師になって、すぐに、青少年に勤務して15年間キャリアを積ん で面白いのはですね、この清浄実の招きでもって、で結局清浄実は1951年に、厚生省へ行ってしまいますから、後が不在になるんですよね。でハンセン病の対策を強化するためにですね、ハンセン病の専門医である青山信彦を清浄実が招いてですね、予防課長にさせるんですね。で部長になって定年退職するまでずっとこの51年から70年までのこの約20年間というのはもう一番そのハンセン病のその隔離が進んだ一番密な時代ですよね。でそこをだから結局清浄実は本省にいてですね、結核予防課長や保健所課長としてですね、国の予防行政のトップになるわけですね。で古巣の高知県では青山信彦を指名して、
課長部長として働かせて、この中央と地方の連携プレーでもって高知県のハンセン病行政を進めるっていう、そういうことがこのなんていうか人間関係から見えてきます。でこういった思い出はですね、聖書という機関誌に出てるので、興味があったらご覧になってみてください。はい、またもっと戻ります。で入所の説得ですね、これもまたちょっとヘビーな証言なんですよね。昭和30年代のことで、その、ご夫婦のご主人の方ですね、旦那さんの方がその病気にかかって、ハンセン病にかかって、で嫁さんも山の塔に行くがよね、そしたらみんな嫌がると。その人の汲んできた水はもう嫌がって飲まないって言うんですよね。で、さすって言うと民具で天秤棒ですけども、水を入れて、まあ、当番でもってこう水を汲みに行くんですね。ただもう病気を出した、家は、あんたもう水汲みに行かなくていいと。で、お嫁さん、患者さんはご主人ですか、お嫁さんは別に患者さんでも何でもないんですけども、お嫁さんが水汲みに行くことすらも嫌われてるっていう、まあこういった差別の現場を見てるわけですね。その患者さんの、当の患者さんはもう逃げ回って隠れて出てこんしね、この辺ですよね。保健婦が連れに来ると言って逃げ回って出てこないと。で、行くがが嫌じゃってのは、その療養所に行くのが嫌だと。で、どうしても近所からもやっぱり近所の人が嫌がって保健婦に言うてくるんですね。だから通報してくると。で、なんとかしてもらわなきゃ困るということで、やっぱりその入所の説得に自分が行かなきゃならなかったと。で、結局ですね、逃げてどこへ隠れたかというと、山奥のですね、人目につかない山奥の炭焼き窯に隠れるんですね。で、山の奥の方の。で、奥さんがそこ1週間も10日もご飯を運んで、かくまってたっていうんです。で、まあ、結局その1週間か10日後にですね、とうとう、発見されてですね、で、本人は、まあ、そこの炭焼き窯の中でふと持ち込んで、まあ、寝起きしてたっていうんですね。結局、療養所に連れて行かれるのが嫌だということで。で、まあ、結局、とうとう見つかって、まあ、これ大島選手はですね、喧嘩の、まあ、さっきと同じ特別列車を仕立てて送ると。で、まあ、こういった説得も、保健婦が、まあ、通報を受けて、まあ、担ってたということが分かります。ちょっと時間があるかな。これもちょっと、どう受け止めていいか、本当受け止めかねる証言の一つなんですけども、入所の説得、また別の事例ですね。ある男の人に、まあ、これは、まあ、病気の人、ハンセン病の人がいたと。で、これ、結核のですね、検診で分かったっていうんですね。で、結核の検診の先生がですね、お前来いと。で、保健婦が呼ばれるんですね。で、なんでこんな人を処理せんの言うけんね、とですね、先生が目の前の、その患者さんの靴下をシャッと脱がしたら、その足の指がないっていうんですね。で、これ、まあ、ハンセン病に特徴的な、後遺症が出てると。で、結局、結核を最初治さなきゃいけないっていうんで、結核の病院に連れていくんですね。ですと、まあ、そこで、まあ、ちょっと大きな騒動になったっていうんです。で、早起きてって、病院から言われて言うと、で、まあ、保健師さんが責められる、あんた卑怯ぞねと、ね、なんぞねって、なんでそのハンセン病の患者さんをこの病院に連れてきたんだと。で、たまるものかと。あの人がハンセン病ということは私は一つも知らんと、まあ、しらばっくれたっていうんですね。で、他の病気のことはもう言ってはならないという、まあ、守秘義務があるので、この人はハンセン病であるということは言わずに、まあ、結核の治療ということで連れてきた。で、知らんつことがあるかと、みんな言いよるぜと、あの人はハンセン病だと。で、保健師さんが知らないということはないだろうと。で、私はその、まあ、その人のプライバシーを守るために、結核のために病院に連れてきたんだという、まあ、それを言ったと。で、そのおんちゃんと、ここから先ですよね。そのおんちゃんはもう家へ帰って保健婦の事務所へ来て、位牌を持ってきたっていうんです。で、保健婦さん見ての通り、もうみんな家族が死んでしまって、もう位牌になってしまったと。で、移す人は家族にいないので、もう自分はその、見逃してもらいたいって言ってきたっていうんですよね。で、私はまあ、この時はその、いや別に療養所へ、ハンセン病の療養所へ連れてくるのにあなたをどうかしたわけじゃないんだ。まずは結核を治しなさいということで、それで結核の病院に連れて行ったんで、そんなわざわざ位牌を持ってこなくても構わないと言って、で、本当はこれちゃんとハンセン病の療養所へ連れて行くのも仕事のうちじゃけんだねと。ここですね、本当にこの保険は厳しくしなかったという選択を取り入れたんですかね。これ、確かめようがないですね。で、まあ、見逃しても、うんと年寄りで、結核で先に亡くなったって言ってるんですね。で、ただ、この話は、嘘でないというか、この話があったことは、実は、地域に伝わってましてですね、私の両親やなんかもこの話、この騒動になったことは知ってるって、聞いて知ってるって言ってましたから、まあ、こういったことは大きな事件としてあったことは間違いないようなんですけれども、ただ、移す人がいないから、
位牌を持ってきてですね、保健婦さんにこう懇願するという、まあ、そういう地域住民と保健婦との関係が見えてきますね。でこの人は結核がこんなに重くなかったら当然療養所を連れて行かれる運命だったでしょうけれども、そういった保健婦さんの語りの中に印象的に登場する患者さんですね。で一方でですね、今も入所の説得についてですけども、社会復帰っていうのがあるんです。で後になると思って全壊した人をですね、社会復帰非常に厳しい基準を設けて社会復帰を一部例外的に認めた時期があります。で帰ってきたですね、元患者さんも回復者になってるわけですけども、その人が地域に帰ってきた時にやっぱり地域で一つの騒動が起きて、でそれをケアするのにやっぱり保健婦さんが関わるってことがいくつかの証言に出てきますね。でこれ時代が昭和40年代で、療養所に行って帰ってきた人が受け持ち地区にもおりましたと。で感染の恐れなしということで帰ってきてるんだと。で地域の人がその元患者がいるけどもうせられんというのは、そのまま住まわせておくわけにいかないでしょって言うんだけど、保健婦の私としてはもう人は感染の恐れがないから療養所から帰ってきてるんだから、もう普通の付き合いをさせていかなきゃならないって、そういうことを言ってますね。でこの感染の恐れ、これ僕びっくりしたんですよね。感染の恐れなしって、これ結局雷予防法の文言、この保健婦さんはですね、2000年代に退職した後もスラスラっと暗記してたんですね。暗証できたんですね。つまり雷予防法っていうのは、感染の恐れありと認められた人は療養所へ入所しなきゃならないっていう、そういう条文です。でそれをこの、退職しても何十年も経ってると思うんですけども、このベテランの退職保健師さんはスラスラッと、つまりそういう説得をしたっていうんですね。地域の人たちに向かって、もう人は感染の恐れがない、治ったから地域に戻ってきてるんで、そんな差別をしてはいけませんということを、場合によってはこう説得する役割を持ってたってこと、これはなかなか今までのこのハンセン病問題の歴史の中では語られてこなかった保健婦の役割じゃないでしょうか。後でまたこれまとめのところで触れたいと思います。で似たようなこともあります。保健所に、療養所に行ったらそこで、軽症になったら事務なんかも取らせる。で、患者作業みたいなことの一環で、療養所内で、仕事をしますよね。でそこで、療養所の中で患者さん、元患者さん同士でもって、結婚をして、で、退院をしてきたと。で、昭和30年代のことで、退院したらこっち帰ってきて、旦那がぎっちくる、ぎっちくるって、旦那さんが、ご夫婦で患者さんですけど、元患者さんになってますけども、就職の、仕事の世話をしてくれと、保健婦のところに来るっていうんですね。で、もう本当に私らの断られに困ったと。で、就職の世話をどうしたらいいんだと。だ土木作業なんかを、この人はすることになったけども、やっぱり地域から白い目で見られて、で本人たちはやっぱり社会復帰したんだけれども、やっぱり地域にいるにいられなくなって、で一旦はやっぱり2人で青少年に帰ったわけよと。そしたら向こうで2人の体を苦慮って受水自殺をしたと聞いたって言うんですね。でもう海へ身を投げて、で私も話を聞いて、その人はほんまにかわいそうでねっていうふうに言われてました。でこれはもう結局やっぱり社会復帰をした後の就職の相談まで受けてるんですね。やっぱりそれもやっぱりかけがえのない存在して、やっぱ保健婦さんが地域に駐在していて、で、頼りにされてはいたんだけども、必ずしもそれに応えきれないですね、やっぱりね。でやっぱりお二人は園に戻らざるを得なくなって、ただしこの園に帰ってからの情報もずっとこの保健婦さんは得ていたってことがよくわかりますよね。でその気にかけていたことが分かります。だから他に何かこう働きはなかったかな。ただもう後でまたまとめで触れますけれども、これやっぱり保健婦個人の責任に帰すのはやっぱり間違いだと思います。やっぱり組織として制度としてやっぱり何かする形がない限り、個人ではもうこれが精一杯の対応だったという感じですね。本当に痛ましい事例です。これも本当に2000年代に入ってこの人が証言してくれたからこうして残りますけれども、こういった保健婦の関与っていうのはこう調べない限りも全部歴史に埋もれていくという、そういう感じを印象を受けます。残り時間も少ないですけども、ちょっと簡単にパッパッといきますね。でも里帰り事業です。で先ほど言ったようにずっと時代が下って昭和1970年代ですね、もう完全に治った人がしかしふるさとへ帰れずに、県単位でですね、県の
観光名所とかですね、バスレクも兼ねて、帰ってくると。で、まあ、ふるさと、家族と会えたり会えなかったり、まあ、それは関係によるでしょうけども、まあ、少なくともこうバスの中からでも自分の生まれ育ったふるさとを見て、帰るというようなことが行われてますね。で、それを受け入れる側でもって、保健婦さんが、これもずっと後の世代の保健婦さんの証言ですけども、一緒にまあご飯食べたりしたというようなことを証言してますね。で、まあ似たような、これ別の保健さんですけども、やっぱりそういうことがあったということで、ただこの人は家族との関係を非常に情報をキャッチしていてですね、で、お母さんには会いたいと。で、二度とお前に会えないと思ったってお母さんが喜んでくれたと。で、夜人に知られないようにこっそり抜け出してですね、会いに行ったっていうんですね。ただ、兄弟はもう、自分の兄弟がハンセン病患者出したってことを内緒にして結婚相手と結婚してますから、バレたらまずいっていうんで、やっぱ兄弟は嫌がる。けれども、やっぱ親はいつでも忘れれんと言って、肉親、親には一目、こっそり会ったっていうようなケースも、あったっていうんですね。で、これは保健婦が、傍らで見守ってるっていうことが大事なことで、こういったやっぱ地域の事情とその家族の事情を、きちんと保健婦さんは、地域の中で把握しうる立場だった、ってことが、わかりますよね。でこれは本当にもう家族を見守っただけですけども、こういったところに何かちょっと新たに考えるきっかけがあるんじゃないかということをちょっとこの後おまとめに入って喋ろうと思います。で、ちょっともう時間もないのでパッパッパッとあれしますけども、私の祖母が保健婦だったということで、祖母のアルバムの中からですね、当時の様子を忍ぶような写真をちょっと持ってきました。で、これも昭和、1960年代の高知県の橋上地区に駐在してた時の、これまあ別の休み時間に花見の写真も後で残ってたんですけども、お弁当を持ってですね、行く。ただこれ制服を着てますから、この訪問カバンに書いたらちょうどこの時代の保健婦の訪問、家庭訪問の姿ですね。で今はもう森に帰ってますけど、この山のてっぺんまでですね、段畑が開かれているような、そういう、でも米なんか取れないですから、麦と芋がずっと植えられてた、そういう感じですね。ちょっとイメージが湧くと思います。で、駐在所がこうやって、市町村にあるんですよね。保険、普通、一般制度だともう保健所に詰めてるだけですけども、さっき言ったように保健所のエリアがものすごい広いですから、駐在所を村や町に作って、で、そこの、で、まあ、これスクーター本当にトレードマークで、これでもって各地、どんな山間僻地にもこう、家庭訪問に出かけてるんですね。最初は徒歩や自転車。で、これ、スクーターが出だすと、スクーターの免許を取ってですね、本当に悪路でまだ舗装されてないような泥道ですから、雨上がりなんか本当に転ぶことがしばしばだったと、生傷が大変かったねということは聞いています。本当に貴重な写真ですけども、当時の1960年代のすくもの橋上の保健婦駐在事務所の建物ですね。でこの後、祖母はですね、三原村の駐在になるんですけど、これ本当ちょっと字がちっちゃくて見えませんけど、三原村保健婦駐在事務所って書いてあるんですね。ですから本当保健婦の専門の事務所を建ててですね、これさっきとスクーターの種類が変わってることは分かると思うんですけど、まあ新しい別のスクーターと思って、やっぱり、なんて言うんでしょう、駐在事務所とスクーターってのはセットでこうあってですね、スクーターがあったら保健婦さんはこの中におるなと、スクーターがなかったら保健婦さんはどっか出かけてるなっていうのは、そんな形ですね。これは貴重なその駐在所の内部ですね。で、ここちょっと字は読めないと思いますけども、これ見ると非常に面白いのは、週間の予定が書いてるんですね。で、月曜日は家庭訪問。で、火曜日は連絡訪問。水曜日、なる山っていうのはその地名です。で、検診。あ、成人検診。なる山に。で、下切りというところに成人検診。で、吉井という地区に成人検診って言って、やっぱり駐在所からさらに僻地の地区へですね、検診出かけてるんですね。で、土曜日はまだ当時仕事をしてた愛育相談。ほとんど駐在の事務所にいないですよね。全部外へ出て飛び出して地域に出て活動してたってことが分かると思います。で、赤ちゃんはもう保健婦さんの事業必須ですから、赤ちゃんの体重を測りがあって、なんかこう喫緊の患者さんが出た時に寝かすベッドが見えてますよね。で、これなんか炭を多分暖を取る、まだ当時の炭を入れたあれが映ってますけど、まあ、そんなことで当時の活動の様子はこんな決して次の週はまた別の予定を書き込むんでしょうけれど、そういったことがよくわかりますね。まあ、ちょっとこの辺ちょっと時間がないのでカットしましょう。はい。
で、まとめです。ここからもあとスライド何枚かですので、はい、お付き合いください。で、検証会議、国のその、国賠訴訟の判決を受けてですね、2005年に検証会議の報告書が出ますけども、ここでの保健所の評価って非常にまあ厳しいですよね。保健所が第一線機関であったがゆえに、戦後の村井健運動の担い手の裾の医師や保健婦をはじめ著しく広がり、加えてこれらの人々の善意が、衛生警察の、まあ、戦前の権威以上に全患者の収容に威力を発揮したと言えようっていう評価がされています。これがまあ検証会議の保健所活動、ないしは保健婦の活動の評価ですね。まあ、これはまあ本当に、その通りだと思います。本当にマクロで見ればもうこうとしか言えないですね。こういった末端の現場でですね、保健婦がハンセン病の患者さんたちの隔離要請っていうのも中心的になったわけで、戦前は警察がやったんですけども、戦後はこういった、もう隅々町村に駐在してまでも患者さんを発見して、それを療養所に連れていくということを、になったということで、非常に厳しく批判されているわけですけども、そういう役割になったという評価が一方であります。で、もう一方でですね、これ、隔離というノンフィクションが、今も岩波の、文庫で、現代文庫で読めますけれども、徳永進さんと医師がですね、これ、看護教育にですね、2001年の8月号なんですよね。で、8月号ってすごいんですよ。これ看護教育の2001年8月号ってのはハンセン病特集で、この資料館の初代の館長さんだった、大谷藤夫さんや、今の館長してます、成田実も、寄稿してます。で、もっと他にもたくさん、ものすごく大きな特集を組んでるんですが、ここでですね、徳永さんが非常に面白い。で、これ、あれですよ、2001年の8月ってことは、5月に判決が出て、国賠訴訟の判決が出て、で、控訴断念が、翌月ですかね、そのもう本当にさなかよくこれ原稿の依頼からですね、掲載まで間に合ったなと言われるのは本当スピード掲載ですね。そんな中で徳永さんが保健婦の役割について非常に重要なことを言ってるんですね。ちょっと読みます。で、これから何をなすべきかっていうのはその国賠訴訟の判決を受けてです。で、思いついたことがある。現在入所している元患者さん約4000、当時まだ患者さん4600人いたんですね。今はもう1000人ちょっとに減ってますよ、療養所の入所者の方はね。で、出身地の保健婦が一人一人につくと。で、元の故郷へ連れ戻す強制故郷収容っていうのを提唱して、ちょっとこの人は作家として、ある種の飛躍をあえて述べてるんですね、戦略的に。で、それができない理由が一つ一つ浮かぶ。で、それを詳細に記録し、一人一人のレポートとして4600人分をまとめると。で、それが現時点で保健婦の大切な仕事だと思う。で、そもそも保健婦には自主的行動というものがあまりにもなかった。お上からの命令の下で動くことが多すぎた。どちらかというと、家から療養所とか施設へ収容する仕事に追われ、本当の保健活動を自由自在にしてきたという印象が少ない。今、保健婦が試されているという気がする。全国の保健婦がであると。で、故郷に帰ってもらうという思想は、プロの職業者としては保健婦しか持ち合わせていない思想ではないだろうか。保健婦が変わらないとしたら、国民はまず変わらない。誰も変わらない。というふうに言ってますね。で、これ本当に今まで、私がずっとこの保健婦さんたちの証言を紹介してきたのに重ねて読むと非常によく理解できると思います。で、現場でやっぱり一番よくものを見てたのは保健婦さんだったんですよね。ですから、保健婦さんたちが、これはまあ突飛な強制故郷収容というのは実際ありえなかったわけですけども、一人一人の保健婦さんについての詳細な記録を、きちんと保健婦さんがですね、匿名でもいいから残すべきだってことを提唱してるんですね。で、これは2001年、私がちょうど保健婦さんたちにお聞き書きをしてた真っ最中のさなかです。で、この時だったらまだできたはずなんですよね。で、こういった研究本当に全然なされてなくて、本当は私の研究っていうのは、リサーチっていうのは高知県のその中のまた一部のですね、中村保健所という保健所の保健婦さん全部に声かけてですね、退職された保健さんの、ほぼ全ての15人の方に聞き書きをすることができて、何人かの方はちょっと断られましたけどね、ほぼ全ての人たちにリサーチをすることができました。で、こういうこと多分全国のレベルで、今だったらちゃんとしたですね、研究者が科研費でも取って、ちゃんとやるべきだったと思うんですけど、こういう研究は一切なされないまま20年の時間が経過しちゃったという気がしますね。そういったことです。
で、徳永さんが言ったのはこの部分ですよね。保険負ってのは、国から政策が降りてきて地域住民にこう政策を下ろすと。で、地域の人たちのその、声をきちんと吸い上げてですね、県までぐらいまで施策としてです上げることできるんですよね。これハンセン病ではないですけど、例えばその脳卒中の人たちが国として県として対策する前にですね、保健婦さんがまず気づいてですね、保健婦さんレベルで取り組みを始めて、でそれちゃんと予算化させて県に、で県全体の問題として取り組もうとかですね、成人病予防について同じようなことを現場で保健婦さんがまず気づいて、それを事業化してですね、県の政策として上へ上げていくってことは結構してるんですよね、保健婦さんですね。ただその県から国へこう政策を変える要求をするってことは、まあまず現実的にはほとんどなくて、ですね。で、先ほど言ったように保健婦さん個人では気づいてるんですよね。ただやっぱり個人の活動にとどまっていて、それをこうして、やっぱり県や国の動きにしていくってことが、まあ弱かった、この線が一番弱かったってことは、まあ徳永さんも指摘してるし、まあ、歴史を見ればそれは本当に明らかだろうと思いますね。でも、この最後、この1枚のスライドで終わりです。時間がかなり来ちゃいましたね。これだけ読んで終わります。まあ、本当、まとめとして保健婦の証言から見えてくるものということで、ちょっと振り返ってみると、保健婦の証言がこれまでリサーチされなかったっていうのはですね、やっぱり過去の政策が一つ、これ誤った歴史として、国賠訴訟でこういった判決が下りて、そういった歴史認識が改められたのは非常に意義があることだと思っています。ただですね、その、まあ、本当にメダルの裏表じゃないですけれども、隔離政策を担った当事者はこれによってやっぱり沈黙してしまったと思いますね。だから本当に証言記録っていうのは残らなかったと思います。で、これ、今回本当にこういった形でですね、一部の協力者を得て、記録を取ることはできましたけれども、なかなかこれ全体でですね、こういった過去に遡っての記録って残らなかったんだなということがわかります。で、先行研究ではですね、これやっぱ村井健運動の患者排除の側面がやっぱりクローズアップされて、これも大変な意義があったと思うんですけど、どんどん やるべきでしたし、そういう側面での研究はずっと、積み重ねられてきましたけれども、一方でこの保健婦 のリサーチを通して見えてくるのは、こういった社会復帰後の支援、それから地域 の差別や偏見の除去のため の啓蒙教育ですよね、住民教育ですね、それから再就職への相談から入所後の情報を継続的に取得してたってのこと、から故郷と家族の媒介の役割を果たしてたってのこと、でこういった個々 の動きは非常によく見えてきます。でこの部分についての調査研究というのは非常に少ないんじゃないでしょうか。でもっとやっぱ掘り起こすべきだと思いますね。でもう一回やっぱ視点としては、こう実現しなかった可能性から歴史を見てみると、やっぱりこの地域社会で、このハンセン病の人たちがこう元患者さんでもいいですけどね、暮らしていけるような支援をできる可能性がおそらく保健婦にあったと思いますね。それがやっぱりこの個人の活動に任されていただけであって、それがなかなかやっぱりその施策を変えるまでの動きによってなり得なかった。で政策のやっぱり実は担当なんていうの、政策決定 の権限は全然もう現場の保健婦は持ってないわけですからね、なかなかそういったことにつながってなかったってことは分かります。でつくづく思うんですけど、やっぱりこのハンセン病の歴史っていうのは、そのいわゆる病歴者だけが経験したことじゃなくって、ややもするとですね、ハンセン病の歴史ってやっぱりその当事者中心 の経験っていうのがやっぱりどうしてもクローズアップされて、いますけれども、やっぱりそうではなくって、この社会全体が関わったことなんだってことを改めて、考える必要があるんじゃないかと。ですね。で、その地域で何が起こってたのかっていうことが非常にこう断片的にしかわからないんですけれども、あるいはその村井健運動っていうその運動っていう形のモメントはですね、切り取られますけれども、日常的なその地域にある、事柄っていうのはなかなかこれまでリサーチされてこなかったように思うんですね。だからやっぱこの保健婦の証言から見えてくるようなことは、地域の視点でもう一回このハンセン病問題っていうのを捉え直すと、別のことがいろいろ新しく見えてくるんじゃないかってことをですね、ちょっとまあ今日は高知県の保健婦の証言を中心にご紹介させていただきました。一応発表は以上になります。じゃあどうしたらここですね、はい、じゃちょっとですね、質問がどういうふうに来てますかね。
松下さんですね、戦後のハンセン病行政は自治体から保健府そして個人へと流れますが、その間に、組織団体はどの点で関与したか、そのあたりの手話は存在しますか。そうですね、行政としてはやっぱり保健所が担いますよね。でその民間組織団体としてはそうですね、あれですかね、東風協会やなんかはその来、あのハンセン病関係のまあにかなりの程度は関与をしてますよね。でそれはまあ患者 の隔離ってことについてもですね、かなりの部分は関与してるんじゃないでしょうか。あるいはキリスト教の団体やなんかは随分患者さんたちの、まあ、支援も含めてですけども関与してますね。ただまあそれについては今は非常に批判的に、キリスト教の団体あるいは仏教の団体なんかも非常に反省すべきこととして捉え返されているんだろうと思います。から潜水さんですね、占領期に戦後のハンセン病対策が確立されたということですが、このような隔離主義の対策は占領軍のハンセン病理解同時代に米国式のハンセン病対策との相互はなかったのでしょうか。そうですね、これ非常にあれです、大事な質問ですね。先ほどちょっと、説明を端折った部分で、おそらく結論から言うとですね、米軍 のハンセン病に対してはですね、米軍のハンセン病に対するその理解というのはほとんど関心がなかったと思いますね。で、もう日本の政府がそれに任せてたと思います。で、一番あれです、戦後の保健所 の制度の刷新ですね、この占領軍ってものすごい関与するんですけども、むしろ強力な後押しをするんですけども、一義的な理由は性病対策なんですよね。でこれは本当に露骨に、結局 自国軍というか米軍に駐在する米軍に、性感染症がかからないような措置を徹底しております。でそのために保健所を利用しまくるんですね。で1951年2年に、占領が解けるまで全国すべての保健所に性病クリニックを必置させ、必ず設置させます。で占領が解けた瞬間にですね、全国でその全国の保健所からですね、性病クリニックの看板が外された、一斉にかこんなことしなくていいやと外されたっていう記録が残ってますけれども、つまりそれだけ占領軍はですね、性病対策をとにかく急ぐんですね。あるいはそのすぐにかかってしまうような急性伝染病ですねにはものすごく気を使います。ただこの慢性疾患であるとかですね、こういったハンセン病についてほとんど関心を持ってなかったんじゃないでしょうかね。でそれがこういった政策に反映してます。でこれ結局日本の独自の動きを結局許したわけですよね、多分ね。ですから占領軍の指示一辺倒で戦後のこの占領期 の衛生政策が決定されたんじゃなくて、やっぱりその、占領軍の、管理をかいくくってですね、その日本の衛生担当者がですね、独自のこう動きを進めてたんじゃないかなというのが私の見立てです。で特にやっぱりその占領軍 の衛生行政と本当にその性病対策っていうのを露骨にやってますね。でハンセン病についてはほとんど関心を持ってなかったんじゃないかという印象を持ちます。で治療薬のプロミン、匿名の方ですね、プロミンが開発されたにもかかわらずどうして差別されているか、これはだからなかなか大きな質問ですね。もう一遍私のなんていうか最初からたどり直さなきゃいけないぐらい大きな質問ですが、そうですね、世界的にはもう本当になんて言うんでしょう、隔離をやめていこうという方はこの戦後ずっと続いてって、日本だけが隔離を続けちゃったんですよね。でこれをどういうふうに考えてい、ったらいいか、やっぱりもう一つやっぱり日本政府が恐ろしい伝染病であるということをずっと国民に、伝えて、でやっぱりそれには隔離が必要なんだということを徹底したということが、まあ、今分かっていることですよね。だからやっぱ国がですね、それこそ保健府のサイドに立って、地域できちんと彼らが暮らすために何が必要なんだ、そのためにはどんな偏見の除去、差別意識の除去をしなければならないんだってことを国が本腰入れてやったらですね、もうちょっと歴史は事態は変わってただろうと思いますけれども、そういうふうにいかなかったっていうこと
ですね。で、国のやっぱり啓発の不徹底というのが一番大きいんじゃないでしょうかね。で、それについてやっぱり、医学者も加担してますし、マスコミも加担してますし、教育も加担してますしっていうことがこう積み重なって、差別が続いたというふうに言っていいかと思います。あそこはちょっと、どれぐらい読めるかな。警察、そうですね、コロナウイルスについて、警察の捜査が行われるようになりました。保健所は当初ハンセン病隔離政策の歴史、これに反発しちゃったようで、その通りですね。以前のハンセン病のような差別に陥らないための市民行政はどのように行動すればいいのでしょうか。やっぱりまあ正しい知識、でしょうね。正しい知識だから結局本当に先ほどの保健婦さんの証言にあったように、地域に回復者が帰ってきたときにですね、なんであの人たちは地域にいるんだと、なんで患者元患者さんを戻したんだっていうふうな地域の人たちの声に対してきちっと正しい知識を伝えることが当時は保健婦さんの役割としてあったってことが分かりますよね。やっぱりそういった正しい知識をきちんと地域の人たちに伝えるチャンネルっていうのはどっかにないといけないですね。で、それはやっぱり保健所は未だに担い続けてるんだろうと思います。山本さん、暮らしの中のハンセン病のスライドにて一辺倒に言うべき存在とハンセン病でない側面をお話してくださいましたが、それに関連してかつて 村において強靭なは聖なる存在としても解釈されたことを思い浮かべ、 ありがとうございます。そうなんですね。はい、またちょっと精神疾患についてはまた大きなテーマですので、また別の機会を改めてお話しできるといいですね。以下質問ですが、地域単位での調査をする上で療養所やハンセン病患者を移設するために鉄道会社や船会社もそうですね、協力したのではないかと思うんですが、そうですね、そちらの方面での研究はあまりなされてないのではないでしょうか。そうですね、これも結局県が鉄道会社に直接多分連絡をして、県が、鉄道を手配してると思うんですよね、都道府県レベルがね。そういった研究ってのはどういうふうにされていた、どういうふうに実態が運用されてたのかっていう研究はまだまだこれからもやっぱり最後に言いましたけども、地域に視点を置いてこのハンセン病問題って考えると、こういった問題群も浮かび上がってくるんだろうと思います。本編では喋れなかったので、ちょっと事後に、補足をします。で、これは、ですね、衛生教育の模様なんですけれども、最初当初ですね、これ、地区住民集めて、衛生教育している場面かと思ったんですが、どうもこう見てる参加者の服装を見るとですね、昭和20年代1950年代っていうのは、もし地域の人たちだったら全員着物を着てる時代なんですよね。で、これは保健婦さんたちに向けて保健所に集めてですね、ドクター医者が、保健婦相手に、勉強会をしている模様だってことは分かります。で、ちょっとこの、ポスター、紙のポスター、画面が小さくて分かんないと思うんですけども、これずっと拡大してみると、蚊とハエが媒介する伝染病について、その仕組みを解説してるんですね。蚊については日本脳炎、マラリア、フィラリア、デング熱、黄熱病っていうのが出ていて、でハエが媒介する病気として、消化器系、寄生虫症、小児麻痺から、ハエウジ症っていうんですかね、その他っていうふうに、ポスターには見えます。で、当時1950年代っていうのは、ハエと蚊を追放する住民運動みたいなのを官民挙げてやってた時代ですから、それをまずは保健婦が保健所、保健婦を保健所に集めて、そういったことの専門家がレクチャーをしてですね、それを今度は地域に保健婦が散らばって、ここで得た知識を同じようにですね、地域住民に向かって、説明をすると、そういう、でも非常に貴重な、一コマを写した写真だと思いますね。で、これはあれです、連続してアルバムの並びを見ると、当時の中村保健所の玄関で集合写真が撮ってるので、連続してですね、同じメンバーが中村保健所の中でこれやってるってことも後で分かります。で、最後の写真ですね、これは保健副係長の上村、これあれですね、結局、中村保健所に月一遍、結局駐在保健婦ってのは地域に駐在してますから、もうそれだけだと本当に一人で地域にいるわけですけど、毎月ですよ、月に一遍必ず、この音が入っちゃうね、
大丈夫ですかね。はい。はい。ですね。月一遍、中村保健所に集まって、で、会議をするんですね。で、情報共有をして、で、また、まあ、そこで、まあ、個人一人で地域に駐在してて、こういった特殊なケースがあるんだけども、悩みがあるみたいなことをきちんと共有してですね、先輩の保健所から、アドバイスを受ける。そんな場が毎月あったんですね。で、そこにこの、上村里江という、県庁勤めの、保健福係長、まあ、保健福教育のトップですけれども、彼女が来た時の集合写真です。で、彼女は本当にもう今や伝説の人物で、戦前から、昭和17年から、最初の保健福資格の第1号を取って、保健福になって、で、戦前の駐在生から駐在保健として活動して、で、戦後は先ほどの清城実、衛生部長と共に、タッグ組んで、戦後のその、高知の保健府駐在制を制度の確立をしたと、まあ、戦前の自分の経験を生かしてですね、戦後そういった高知の駐在制を敷いた、そういった指導的な立場にあった人物ですね。非常にワンマンで知られた人ですけれども、まあ、彼女がいなかったら高知の保健府の駐在制ってのはなかっただろうと。で、その後のも一貫して維持に努めて、た人物ですね。で、補足すると、1950年以降はですね、沖縄、米軍占領下の沖縄でも保健府の駐在制がずっと97年まで続きますので、それであれですね、72年までは、あれですね、沖縄というのは米軍の占領下に置かれるわけです。米国の占領下に置かれるわけです。で、そこでのですね、沖縄は日本とは別立ての制度がずっと続きますので、かなりですね、ハンセン病について、保健府が役割を果たします。で、当時、まあ、保健府と言わずに公衆衛生看護婦というアメリカ流の呼び名、パブリックヘルスナースの、まあ、日本語訳で公衆衛生看護婦という呼び名で、高官さん、高官さんと言われてですね、保健婦さんと言わずに高官と呼ばれたんですけど、公の看護、高官と呼ばれたんですけども、もう沖縄独自のそのハンセン病対策、特に在宅通院治療を60年代以降は沖縄では日本の制度と異なる制度が敷かれますので、そこでの経験というのはまた別途ですね、高知はじめとする日本国内他県ですね、沖縄以外の保健府活動とは別立てで、独自のそのユニークさっていうのを持ってるので、それはそれで、沖縄の保健府活動とハンセン病っていうテーマはですね、独立してテーマ立てして、考察に値するテーマだと思います。それを以上補足しておきます。その質問の内容は、今日はまあ保健婦の証言はよく分かったんだけれども、まあ、戦前に村井健運動に関わった警察の証言というのはまとまってあるんでしょうかっていう質問です。ですね、結論から言うと、まあ、2000年代の検証をの各県で行われた検証の報告書には、もうほとんど戦前のですね、村井健運動の担当者ってほとんど生きてなかったと思うんですよね。ただし、各自治体で、都道府県の自治体で、警察士っていうのが、大体どこも、編纂をされました。で、それが1970年代ぐらいに大体、どこの都道府県でも、自治体の、例えば高知県だったら高知県警察署みたいなのが出るんですよね。で、そこではですね、先ほどちょっとこう戦前の高知の警察の資料を紹介しましたけども、あれは全部その高知県警察署に、収録された資料なんです。で、そこでかなり、まあ、断片的ではあるけれども、警察とハンセン病のとのハンセン病対策との関わりについては結構フォローされてて、そこを読むとですね、まあ、断片的ながら警察の関与についての証言ないし資料が戦前の
警察行政自体もですね、ハンセン病対策については記事が出ますね。ですから多分全国の都道府県レベルの警察署を当たってみると、かなり貴重なその証言ないし、その資料というのが集められていると。でやっぱりそれは1970年代ぐらいまでに集めとかないと残らなかった、保健婦の時代よりずっと前ですから、その頃70年代ぐらいまでに、記録が残ってよかったなというものがその時残ってますね。ただまあ系統だってですね、全国同じ密度でもって、リサーチをかけてるわけではないので、やっぱりそれも断片的な情報から何かをこう一つ事情を探らないといけないっていう条件はあると思いますけど、はい、以上になります。